エブリデイまゆチャンネル。みなさんこんにちは、日々まゆのです。今日は首のこりに効くツボ押しを紹介したいと思います。首のこりと言っても、どうして首が凝ってしまったのか、なんでこんなに首が上がらない辛いという、状態になってしまったのかっていうのは、もう皆さん本当にそれぞれ様々だと思います。目の疲れから来てるなのか、頭の疲れから来てるのか、肩の疲れから来てるのか、姿勢が良くなくて来てるのか、もう本当に皆さん様々だと思うんですけれども、今日は、首を、直接刺激できる首の反射区を紹介したいと思います。ということで、じゃん。首の反射区は親指の付け根付近にあります。ここら辺です。ここを、関節でえぐるように刺激してあげます。ということで、首凝ってるな、辛いなっていう皆さんは、ぜひ、自分で、首の反射区を刺激してあげてください。ということで、今日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。みんないつもありがとう。